嬉しいです。はいはい、あ、期限だったんですか。あ、ちょっとあの確認してみましょう。お名前お願いします。はい、下のお名前は生年月日で確認させてください。はいはい、確かに期限が来てますね。あ、はい、具体的にはいつまでお待ちしましょうか。あ、承知いたしました。では、はい、あの間違いないでこちらの方で記録しておきますので、はい、ご連絡ありがとうございます。お待ちしてます。お客様の品物をね、いらないものをこうやってお金に換えられるとかいうのは、そう、あのね、私ね、逆にね、要するにほら、一時的にあのいわゆる、まあ、闇金とかね、この頃もうちの近所にもあの不法なね、あのベタ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 の貼ってありますよ、あれでお金借りにしない人がほら面白いないですか、ね、あれがいかんとよ、あんなのを、あれを家族に内緒でやれしよったら、もう初めて知って私言っただけで、あの何でも直す癖があるんですよ。しまい込んでしまうっていうね。そうやって今度次ポコッとで、次ポコッとでして、今度もそうやもんね、あの子たちがゴソゴソして引き出しから出したけんね。こんなの言っても、あの家このやり方、家の中に泥棒がおったら困りますね。いや、それで日中にしか、同様か日中にしか今月来てくさ、もう家片付けるけんって、お皿やなんかの昔からのがあるけんね、はい、田舎から持ってきてよけ、はい、そんなのはいるけんけん、はい、持って帰って、もう皿を重たくて持てんけんって言って、たらこう見つけて、2つほどひびが入ったとかあったんです。ほうほうほう。そしたら、これ直したらちょうどいいとかって言ってね。なんか金継ぎ新車ってこと、あの補足してもらうんじゃないですか。この大きい、ああ指輪の話ね。そう、いや私もお皿のお皿はうんぬって言いちゃったけん、いやお皿やらあれ壺やらを持って帰りよった。もう減らしたらいいと。私もう本当にあの七輪とかなんとかって言葉は聞いたことあるけど、自分がうんぬんっていうのは、うん、いやでも逆にいらんものはこういう上手にあのお金に変えてね。いや私それを思ったと。そう、こんなシンプルでこんなにやれっていうのはあれないですよ本当に。あの恥ずかしい、みんなが何も恥ずかしいないですよ。昔のあの、うん、テレビドラマで、はいはいはい、うんうん、私今は全然恥ずかしくない。お店もあるし、あれしたらもうあれバックをして使おうかよ。そう、だけあのなんていうと、なんていうか、あのね、あの私思うんじゃけどね、結局あの宮沢賢治ね、宮沢賢治、はい、あの人が七夜の息子なんですよ実は。東北の山形の子のね。ただね、結局そのお金の売買とかなんかのその商業的な感覚っていうのはまあ彼にはなかったんでしょうね。ただあの要はそっち側よりも文学の世界にあの行ってしまったんでしょうね。そしたらそういう文学的な青年とかなんかっていうのは、この商売のあれっていうのにその要するに自分の中で負に落ちなかったわけでしょうね。ただそういう人たちが書いた文章っていうのは逆にも世の中に出回りますよね。そうです、うん、だから何の逆にじゃ あの坂本龍馬の実家、あの本家はあの質屋だったりしますから、質屋の感覚を生かして、あの人の話を聞いて、あとね、大成したあの岩崎弥太郎、あの人なんかあの坂本龍馬 の結局あのそういうような感覚、ずっと若い時に聞く感覚、それを生かしてあんなふうにしたんですよ。そうよね。そうだけどね、物は考えよう、つまりあ目の前にあるものの受け止め方によって全然話違ってくるんですよ。そうって、なるほどね。本当も私をかけてよかった。で全然もう、いやでもそれ言ってもらったらうちも嬉しいです。いやもう、うん、あの気が楽でね。ただ人がおっしゃったけど失礼やと向こうにちょっと行ったりするけどね。いやちょっとあのお客さんもお客さんなんですからその。あだけどありがとうございます。それであのあれ。キーバスでしてからしてくれるお客さんが多いから、あのうちもあれです、接客しててからあのホッとします。もう大体のんきやけや、でもそうおらん時でも子供たちはもう大体自分の欲しいもの持って行って帰ってあと聞いたら泣いちゃうもん。笑うとって言ってから私、いや本当いつも言う、あんたはバカだねって
あの洋服 DJ なんかいろいろこう取って今度はもう今ちょっとあの去年から仕事あれしたけに、うん、洋服どうかと思った箱ゴミに入って服地取られとって娘たちが持って帰ったそういう風です私はもうそうですか。これで今度3つだけ残しとった指輪がさあの、うん、自分の あのルビーと3つだけ残しとったらとうとう娘と孫と孫の嫁さんとに取られたそれからやっぱりあの時に持ってきとけよかったと思って私もほとんどそんな大きいですよ。これなんで刻印がないっちゃろうか不思議。あのここのここにするのにねうもう一昔前にこうやってついでもらおうと思ってあれしたけどもふったがししとって、ね、それが この頃出てきたんですよ、うん、いや重さから言うたらねあれなんですけどねこれだけちょっと預からせてもらっていいですか。いいですいいです。あのね、うん、この重さぐらいやったらね比重が出らんとですよ、うんうん、20g ぐらいあるとねピタッと出るとですけど、うん、ちょっとこれだと窓口でちょっとわからんもんやけ、はい、ちょっと1週間ぐらい預からせていただく形になります、ね、いいですか。すいませんちょっとどうしても見かけあれが出らんもんやけということでそれがなんかどうこうじゃんそれも電源忘れとったところをねあの引き出しなくなる。見ていっぱい出せる。あの多分ねプラチナやろうと思うんですけど、ちょっと、うん、この重さやったらね、あのうちの方で比重はちょっとせっかく出らんもんやけ、はい、ちょっと預からせてください。はいはい、すいません。はい、じゃあ今日の分はですね、はい、こちら。うわー、だけ大変しまったな。いやいい時持ってきてありますよ。今日だって高いっちゃもん。いや取られた分がもったいなかったっていう。うんそりゃしょうがないです自分で探しきりゃいいけどいつも探したんですよ、ね、あのめんどくさかったあちこちあれそれでもね帯板を見た時に中に5000円入ってましたよ、うん、あら、まあ、そらあれ滑っちゃう私これただからね、ほんと申し訳ない着物がほんと今値段がつかんで上げなく具合なんですよ、うんうんうんそうですね。これあ、もう書いといてください。必ずちょっと一回一回書いてもらっとかないかもやけん。すいません。1の42結果が分かり次第すぐご連絡しますので。で金属が逆に高いけん。プラチナ、シルバー製品ば高いようにした後ですよ。これがお金にならんとですよ、いざっていう時。シルバーね、うん、シルバー、これ高いプラチナとか金の製品が高いもんだからそのシルバー製品も買いちゃうわけですよ。そのあるだろう。ただこれがね、いざという時にお金ならんとですよ。そうならんやつ、うん、ならんの。価格も安い。グラム20円とか30円やもんやから、本当に100円にもならないんですよ。あれだけはね、だけ保険してね、プラチナ製品とか金製品ば買っとんしゃけん、いざという時お金になるんですよ。うん、そういう意味ではね、ティファニーでもね、もうあれシルバーが多いんですよ。でもあれまだティファニーやけんお金になる。そうそうそう、でもそれでも1000円とか2000円とか3000円なんですけど、ブランドものの金製品のことがぐんと高いからね、はいはい、本当は売るときにはえーっていうのも安そうなしまうんですよ。そうそうそう、いざっていうときはこれ地金に近いようなものを安いとき高得にしちゃったらそげん差がないとですけどね。今これにかもしれないちょっと足が悪いもんやけんね。今日の分はこちらの方で。はい、ありがとうございました。こんなにもらえるとは思いませんでした。ほら、石だけがどこかで飛んであれしてるでしょ。いや、だけどそれこそね、うん、ああいうふうにもう使わなくなってデザインも古くてとか、うん、うんっていうかいうのはね、うん、こうやって私たちのところに売りに来てもらったら、うん、嘘でも何でもなく全国一高く査定してますので。いや、今日はね、こんなものダメかもしれないと思いながら来た。お電話ありがとうございます。春橋康美です。いえいえ、あ、どうもどうも、はい、はい、あ、わかりました、どうもありがとう、ごめんなさい、ちょっと、あ、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、助かりました、よかった、あ、じゃあ、ご連絡すぐいたしますので、はい、そんなにお答えに、はい、失礼いたします、あ、はい、わかる、5月が、5月末が期限になった分ですね、あ、わかりました、はい、あ、そうですね、はい、はい、お待ちしてます。お電話ありがとうございます。春橋の休みです。あ、どうもどうも、はいはい、はい、いえいえ、
明日、はい、大丈夫です、おります、おります、はい、いいよ、はい、はい、便利な春町 JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。